バルテルミー公爵、フランソワ・ド・バルテルミーは、フランス革命期の政治家、外交官。フランソワ・ド・バルテルミーは1747年、オーバーニュで生まれ、おじのバルテルミ神父に、外交家として教育された。スウェーデン、スイス、ついで、イギリスで、在外交官の秘書として働いた後、スイス全権公使に任命され、1795年に、 プロイセン王国とスペインとのバーゼルの和訳を交渉した。1797年5月、王統派の影響で総裁に選ばれたが、9月4日のフルクティドール18日のクーデターで、ピエール王ロ郎将軍に逮捕され、フランス領ギアナに追放された。バルテルミーはギアナからスリナムへ逃亡し、続いてアメリカ、イギリスへ向かった。 ナポレオン・ボナパルトのブリメール18日のクーデター後に、フランスへ戻ったバルテルミーは1800年2月に、ご権元老員に登院、終身統領制やフランス第一帝政の成立に貢献した。1814年4月2日、バルテルミーはナポレオンを見捨て、皇帝大法に賛成票を投じ、ルイ18世の福井に合わせて、憲法草案を作成した。この功績で彼は、 貴族院議員に任命された。百日天下では潜伏を余儀なくされたが、その後のフランス復興制では公爵に除され、1819年に選挙法を貴族に有利なものにする改正を貴族院に提出した。1830年、パリで死去した。ありがとうございます。